まあ、自分たちがしっかり用意してきたプランであったり、そういったものがしっかり遂行できたんじゃないかなと思います。まあ、セカンドユニットも、まあ、千葉戦に引き続き、素晴らしかったと思いますし、まあ、相手に流れが持っていかれそうな時でもしっかり我慢して我慢して、ね、まあ、相手の弱点だったりいろんなところついたり、まあ、冷静に試合が運べたので、まあ、まず1戦取れて、はい、本当に良かったと思っています。今流れが相手に持っていかれそうなところで我慢しきれたっておっしゃってたんですけども、ここで我慢しきれて追いつき追い越されなかった要因っていうところはどうになりますか？まあ、いつもそのディフェンスで崩れてしまって、オフェンスでもその流れを引きずってしまってっていうところもあったんですけど、まあ、今回はしっかりインサイドをついたり、まあ、インサイドからキックアウトでそこからカウンターであったり、まあ、チェイス選手もしっかりリバウンド取ってくれてそのまま得点につなげてくれたりっていうところで、まあ、本当に冷静に、はい、やれたんじゃないかなと思います。水間選手といいますとオフェンス能力がすごい高いイメージがあるんですけども、今日ダブルチームでこう藤井選手を抑えたりですね、岡塚選手からスチールを取ってそのままレインアップで決めたっていうシーンもあったかと思うんですけども、今日のディフェンスっていうのはどこが良かったでしょうか？まあ、しっかり僕らが用意してきたプランでそのままやれたと思っていますし、まあ、やっぱり個人個人一人の能力って本当に高いチームなので、まあ、プレッシャーをかけることを忘れずといいますか、まあ、後半ディフェンスの方は、まあ、しっかり集中してはいたんですけど、まあ、そこに、はい、まあ、頑張ってじゃないですけど、まあ、その分そのディフェンスのところでしっかり僕も貢献はできたんで、はい、まあ、良かったんじゃないかなと思います。用意したプランってもしよければ司令か何か挙げていただければ。まあ、3試合連続で2桁得点とかもあるんですけども、今日アシストが7ということで、なんかこうアシストの記憶があったなというのが僕として印象なんですけども、何かアシストのところでこう意識したことだったりとか、何かこう変えたところだったりとかあったりしますか？まあ、やっぱり自分はペイントエリア内にしっかりアタックすれば、まあ、何かが起きるっていうふうに、は分かってはいるので、まあ、今日に関してはもうヒース選手が しかいないじゃないですけど、まあ、そこをしっかり対応すればチャンスが見出せるんじゃないかなと思ってたので、まあまあ、そのヒース選手の位置だけをしっかり確認して、まあ、キックアウトであったり、まあ、ジョシュであったりアイザックにしっかり合わせられたんで、まあ、そこはしっかり冷静に、まあ、自分の得点はそこまで伸びなかったですけど、まあ、しっかりアシストの方でも貢献できたんで、まあ、明日も引き続きやりたいなと思います。ありがとうございます。まあ、4クォーターのオフィシャルタイムアウトがちょっと前にこの試合で一番縮まって4点差までになったんですけど、そこで、ボレックスのポジションでまず比江島選手がオフェンスリバウンドを取って、その時はゴールにつながらなかったけど、その次の攻撃では比江島選手からポッツー選手へのパスで6点に広がって、そこからも広がらなかったですけど、そこの4点差に広がってからの自分のプレーっていうのは、すごく大きなところだと思いますけど、ちょっとどういうことを考えて、この辺になるんですか？まあ、相手も外国籍選手も、4コートは削られてはいたと思うので、しっかりそこをしっかり 見るじゃないですけど、まあ、アタックであったり、そのシールをしてくれるので、まあ、そこを注目してみるのと、まあ自分のところでピック使って、まあ、誰が相手が誰であろうと、まあ、ヒース選手であろうと、まあ、ニックであろうと、まあ、それぞれ守り方は違うとは思うんですけど、まあ、そこを、まあ、多少ずれができるので、まあまあ、アタックしてるのというか、まあ、自分の時間帯とは思ってたんで、まあ、パスだったり、まあ、シュートを自分の中では考えてました。ありがとうございます。これでこのシーズンアウェーで3連勝になりましたけど、
のなかなかそういう状況でこれまでの宇都宮チャンではなかったと思うんですけど、こう CS に入るにあたってアウェーだけど、まあ、ある意味こじらじ直してやってやろうぜっていうような話し合いがチームの中でもしあったなら教えていただきたいんですが、あるいはこう千葉さんに2つ勝ってだんだんこう CS 戦いながらチームの雰囲気も上がってきてる、その辺っていうのはちょっと教えてください。いや、特にその話はないですけど、まあ、ずっとそのシーズン当初から、うん、チャレンジャーの気持ちっていうのはずっと持ち続けなきゃいけないっていうのはずっと言われてたし、まあ、それを改めて、まあ、話し合いの中で、はい、は出ましたけど、まあ、元々その僕らのチームって、まあ、やんちゃじゃないですけど、悪役といいますか、そのアウェーで開き直って、まあ、メンタル強い選手も揃ってるし、はい、まあ、ファンの皆さんもそうですね、そのファン、アウェイとは感じさせない空気も作ってくれているので、まあ、その勢いに任せて、その本当に開き直っていい状態で臨めているんじゃないかなと思います。天皇杯の2月の時に、あの時は第2クォーターで31点取られて、逆に今、今日は本当にその真逆というか、圧倒しっかり守って、得点重ねて、まあ、試合を決めた状況があったと思うんですけど、あの時間帯とか、川崎の爆発力を抑えるために、守備面で意識していたことは、改めて教えてください。いや、まあ、ジャニング選手が当たってたので、そこをもっとプレッシャーかけるのと、まあ、あの時間帯というよりは、まあ、ずっと40分間でしっかり。やり続けられたので、まあ、あの時間帯にしっかりそのリバウンドから早い展開で持ち込んでいったり、まあ、確率いいシュートであったりっていうのを決められたんで、まあそこの2クォーターのとこがまあ今日の勝負の分かれ目だったんじゃないかなとは思ってます。はい、それでは飯島選手の会見以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。